どうもー影です。今日はですね人生にそのままはないっていうことについて、えー、僕の考えをお話ししたいと思います。えー、人生にそのままはないんですよね。えー、人生は良くなるか悪くなるかこのどちらかしかないんですね。で人生が、えー、そのままであってですね何も変わってないっていう方はですね、えー、それは悪くなっていると思ってください。 例えば商売で例えますとですね人気のあるお店商売が繁盛しているお店というのは日々のねその商売のサービスのね努力をした結果が商売繁盛になっていてですね いつものお客さんが変わらない状態っていうのはですね結局もう新しい魅力がないんで新しいお客さんがつかない状態になっているということなんで状態としては悪くなっているということが言えると思いますあとお客さんが減っているお店っていうのはもう飽きられてるんですね。 で飽きられてるし魅力もないしお客さんが減っている状態になっているというふうに思います。でこのような結果っていうのはですねあのいきなり一日で変わることはなくてですね日々の努力の結果であったり怠慢の結果であったりがそこに出ているというふうに思います。だからそのようにね人生っていうのはよくなるか悪くなるかしかないんですねもしあなたの今の今ね。 人生が、えー、良いものであればねそれは、えー、日々の、えー、努力の結果であってですね努力の結果成功したのであって、えー、もし自分の人生が悪いものであるということは、えー、努力を怠ったか、えー、その努力のした、えー、間違った努力を続けていたかっていうことの結果が、えー、そういう状態になるというふうに思います。 例えばですね太っている人っていうのは過食ですね食べ過ぎ食べ過ぎを続けた結果太っている状態になっていますしもし自分の体の状態が健康であればですねそれは日々の生活習慣が正しい結果健康な状態を保てているというふうに言えると思います。あとと、まあ、例えば会社の人間関係が悪いいいう場合はですねそのいきなり 昨日普通で今日悪くななったととといいううことはほんんどないと思うんですよね日々の、ね、コミュニケーションの悪さであったりとかコミュニケーションが取れてない意思疎通ができていない結果人間関係が悪くなる状態になるということが言えると言えますし仲が良い場合は日々のコミュニケーションがの積み重ねが結果,に結果となって良い状態を続けていると。 いうことが言えると思います。このようにですね、えー、人間っていうのはね、1、えー、日で変わるっていうことはないんですね。あの1日で変わるっていうことはないんですね。成功者っていうのはですね、えー、日々の努力の積み重ねで成功したのであり、えーえー、と敗北者っていうのは、えー、日々の怠慢であったりとか、えー、そういうことが、えー、敗北に繋がっているということが、えー、言えると思います。 だからですね人生は1ミリでも良くするように努力を続けなければ悪くなっていくんですねだから、えー、毎日毎日ですね1ミリでも良くしようとする努力を続けることがですねいずれはですねとんでもない高みにねたどり着くことができる可能性があるということが言えると思いますなので、えー、そうですね その努力を続けていきましょうということではあるんですけどもあのそしてですね運に頼ったりとかですね何かに依存したりすると敗北の方に近づいていくということが言えると思いますだからあの自己責任ですね何かに頼ったりとか 依存したりするんではなくですね自分の頭で考えてです、ね、自己責任で行動を起こすということですね他人のせいにしてはいけません他人のせいにする気持ちっていうのが敗北に近づくと思いますだからですね自己責任で全部行動する自責思考ですね自己責任の思考をちゃんとこう自分に身につけていただきたいなというふうに思います このようにですね、えー、毎日自己責任で考えて、1ミリでも良くするような努力を続けるようにして、えー、人生を歩んでいってください、えー。応援してます。ということで、今日の動画は以上となります。ありがとうございます。